で、そう、なんか、ね、ムナの家はこっちで、なんかユキは、なんか、なんかすごいことになってんな、この辺。そう、なんか大きくしちゃったんですよ、これ。すげえ。で、これ。そう。で、ユフィの今の家で、場所はここ。え？地下で。これユフィの家？うん。プレイルーム。そうそうそう。あの、ユフィのプレイルームです。はい。プレイルーム？なん？ハートやん。え？ハートやん。そうなんですよ。よいしょ。ここで。何をプレイするの？ここで。え？いや、何も？何も？ただ、ここで過ごしてるんだけですよ。普通に過ごしてます。普通に。普通にうん。で、最初は、なんか召喚状の部屋を作りたいんですよ。こうね。あの、まるで、なんか真ん中に、なんか星型のあれを作りたいんですよ。星型の？そう、なんか、サーマニングサーカルみたいな感じで、召喚するのためのサーカルというのをね、作る。何を召喚するんですか？いや、最近ガチャゲームで、なんか運が悪すぎて、で、もしかしたらマインクラで、なんか召喚部屋を作るなら、なんかヨフィの運も上がるんじゃない？という。ということなんですけど、なんか召喚部屋を作るんだ。そう、でもなぜかこうになっちゃって、どう思います？なるほど。どう思います？これはこれでいいと思う。ほら、渡辺先輩もいいって思ってたよ。ほら、うん、いいと思う。召喚部屋ではないけど、そう召喚です。なんか愛する、そう愛する人を召喚するための部屋なんです。なるほど、錬成するんか。こうね、ヨフィ錬金術師やったんや。まあね。うん。最近学び始まって、ここで錬金術をといろいろとあれとこれと学ぶんです。あれとこれと学ぶ？うん。あれとこれとこれとあれと。あれとか、これとか。ここで学ぶんか。そう。だから、この一人のベッドは、その、相手のためなんですよ。で、ユーフィはここで、こう、ジュ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 っていう呪文を唱えて、その人をユーフィに惚れさせるんですよ。はぁ。うん。ここで。よし。ユーフィの新たな一面を見てしまった。なるほど。なるほど。うん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 。ほお。あ、でもダメって言われてるコメントね。ダメ。ダメかな、みんな。ダメ？みんなダメかな。ダメ？みんなダメ？ダメかな。本当にダメ？ダメかな。本当にダメかな。スケスケに。どこにあったっけかな。ここね、この壁がスケスケで外の人から見えるという、それとも上？セクハラ配信って言われてる。なんで？おふふ、いや。どこがセクハラなんだよ。いや、これはモデラー、モデルの。何個いるかな、これ。ハウスよ。部屋よ。なんか最近の家もガラスがいっぱいじゃ、モデルハウス。いっぱいあるんじゃないですか。うん、で、これは普通なんですよ。うん、ガラスハウスということで。ダメよ。ガラスハウス。そうなんです。ここで。いいね。ガラスハウスで。誰もがどこから見えるハウス。あ、じゃあ、姉ちゃん。いいじゃん。ねえ、みんな。うん。ねえ。よいしょ。